カバーとヘルシンキでの2007年大会にて、テレザケルンドロバ、ベオグラードの2008年大会にて、チェコのユーロビジョンソングコンテストでは、チェコ共和国におけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。チェコ共和国は2007年大会からユーロビジョンソングコンテストに参加した。しかし2007年、 2008年と2年連続で、準決勝で再開から2番目という結果となった。チェコテレビは2005年大会への参加も希望していたが、同放送局は、他の2つの大きなイベントを企画していたため、参加を辞退した。翌年の大会へも参加を試みたが、この大会では予選を通過できなかったため、本戦への出場を逃した。しかし2006年4月、 t は2007年大会への参加を表明した。ユーロビジョンでの初めてのチェコ共和国代表はテレビ放送での SMS による視聴者投票で選ばれた。選ばれたのはチェコ共和国で最も人気のあるロックバンドの一つであるカワートで曲はマラドミであった。しかし彼らによるユーロビジョン初参加は準決勝で唯一1ポイントを獲得し、 最下位のエストニアに次いで2番目という結果に終わった。デビューから2年連続での不振にもかかわらず、T はなお、ユーロビジョンへの参加意欲を持ち続け、2009年大会への参加も表明した。2009年大会では、ジップシー、シーズのエイブン・ローミルで参加したものの、準決勝で無得点で敗れた。その後、2010年から2014年の5年間は、 欠場したが2015年に復帰し、5回目の出場となった2016年大会で初めて、ガブリエラ・グンチーコバーの楽曲、アイスタンドにより、決勝に進出した。その後、2018年大会に出場したミコラス・ヨセフが決勝で6位となった。チェコ共和国から高得点が送られた国々、出典・得点の合計は、決勝の時のもののみであり、 純結晶のものは含まない。ありがとうございます。